はい、じゃあ次行きましょうかね。まだまだやるで。うん、頑張って。行けるとこまでな。もう頑張って YouTube 芸人一番取ろうや。おや。頑張ろう頑張ろう。はい。はい。はい、ここに来て、うん、ランキング。はあ。ここに来てランキングね。どういうこと？ここに来てランキングかもしれないしな。ここに来てランキングかもしれないし。はい。ここに来て。はい。はい。これ。はい。夏に向けて。坂東英二。何のために夏に向けてバンド筋トレとかやったら分かる。なるほどね。パンチの効いた、うん、弁慶。あー、なんだな。はい、それではやっていただきましょう。どれを。夏に向けてバンド平時夏に向けてバンド平時どうしましょうかね。3、2、1、ドン。よし、だいぶ仕上がってきたな。これ夏海水浴行くから貧相な体じゃあかんからな。1ヶ月前から筋トレしといてよかった。よーし。おーおーおー、あの、このな、海水浴行くやんなあ。だからちょっとそれに向けて俺実はな、1ヶ月前から筋トレしとって、うん、お前そんなんしてんの？おえ、うん、そうそうそう、夏に向けて筋トレしてんの？そう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 、うん、うん、だから、いや、やっぱりさ、砂ビーチでさ、なんかヒントな体やったら嫌やんか。だから筋トレしてんねん。お前筋肉ついたらモテると思ってんの？うん、人当たりの良さがないと結局モテへんねん。人当たりがいい人の代表例がやっぱりタレントの中で言うと坂東英二が1位やろ。ってことはナンパするときに海で坂東英二のモノマネをしながらナンパすれば絶対ナンパ成功すんねん。あ、喋り方おかしいなと思ってたけど。うん、坂東英二、うん、だから俺夏に向けて坂東英二のモノマネ上達しようと思って今もずっと練習してんの。やめた方がええで。なんでな。絶対聞いたことないもん、そんなん。だって夏に向けて坂東英二の練習してる人聞いたことないで。なんでな。なんでなんて、だってモテへんやんか、坂東英二のモノマネしても。いや、あのね、本当にね、まさか職能がダメは思いませんでしたねいや、それまあ、いや、おもろいかもしれんけど、それモテへんと思うで。ほら、ガリガリやんか。うん、どうやってこんな人。こっちばっかり言ってるからな。そうなん？うん、ほんまに？行くで行くで、うん、ゆで卵。うん、いやいや、そ、おもろいな、おもろいかもしれんけど、モテへんで、それ、うん、アホやな、お前、なんか分かってん。夏になったら分かるわ。じゃあ、夏一緒にナンパするか。じゃあ、ちょっと、うん、また来月頼むわ。うん、うん、1ヶ月後。あー、ほら、かわいこちゃんいっぱいいるやんか。ほんまやな。うん、かわいこちゃんいっぱいいるやん。ほんまやな。お姉ちゃん、どう？お前まず行け、お前まず行け。お姉ちゃん、どう？一緒に海の家でもう行ってくつろがへんか。ほら、無視されてる。あ、お姉ちゃん、お姉ちゃん、ほら、無視されてる。おい、見とけ、俺が行くからな。おう、ちょっと、お姉ちゃん、ちょっとこっちに来てくれへんか。うん、ありがとう。じゃあ、とりあえずお茶でもしよう。おう、みんな来てくれるんか。ありがとう、ありがとう。うん、わはははは、わはははゆで卵、わはは。すごい盛り上がってる。君、ラブホテルへ行こう。え、嘘やろ、持ち帰った。よーし、行こう行こう。持ち帰ったな、言うたやろ。すげえ、すげえ。ほんで俺、期待すぎた最悪やかんもう体感がわからん、もう何分やってんのかわかれよどうやったんや今のどうやったんや福徳がプラス、うん、もう限界の坂東英二やったよな、あれは。あー、そっか、やっぱ弱すぎた似てなさすぎた、うん、まあまあ、でもな、夏に向けて坂東英二やった。まさに、夏に向けて坂東英二。どうやったんや、今のははいはい、あー、よっしゃ。